はい、どうもおはこんばんちは、ウエスタン木村です。今日はですね、究極テクニカルバトル最後の波紋を受け継ぐ男、赤の試練編ですね。こちらの攻略をしてみたいと思います。パーティーとステータスはご覧の通りです。ではアビリティを見ていきましょう。まずはリーダー、バイツキですね。何も死ぬことはね、 ADK& 移動距離ブーストですね。そして湧き上がる波紋、ゲナスやザウリューサネを入れています。続いて、SP カージですね。染み込むムーブブースト、独自属性追加ブーストですね。そして体力 ADK フルブーストを入れています。続いてゴータロですね。拡散ヒール、最高知能、怖くないぞ、シルバーフェイクを入れています。続いて、スタンバイにはオラタロですね。生命時期やらせていただきました、仲間連携を入れております。そしてフレンドにはグラディオですね、迎えてます。では参ります。もう完全にね、赤に関してはバキバキだけです。染み込むことで倒していきます。今度はバイスケでちょっと走っていきます。シゲチが倒せない、シゲチじゃない、マニッシュボーイが、倒せませんでしたが、あ、これで倒しましたね。はい、ちょっと予定が狂いましたけどね、倒すことができました。続いてじゃあ続いてもですね、今度はバイスケの CS で走っていきたいと思います。もうバキバキしかやりません。はい、そして第2ラウンドです。第2ラウンドもやることは同じです。さあ、自己紹介が終わってすぐにバキバキです。染み込む音を入れていきます。終わるのを待って、はい、無事2ラウンドクリアですね。続いて3ラウンドです。こちらもバキバキで倒していきます。巻いていきます。
第4ラウンドですね。ここは壁接触などもあるので先にね、スマッシュして壁をこれでなくします。さあそしたら続いてバキバキをしていきましょう。良くないという感じです。アブドゥル倒れて触れるのか、くれなかった。さあここは大問題です。大問題ですが一応全員に対してはいけるので、残念なことになっております。おっと大ダメージです。一応動画なのでやっておきます。さあもう一度行きたいところですね。火力が足りなかった、遠すぎたのがいけなかった。さあそしてやってきましたワムーン。ですね。じゃあ続いて、今度はカバウノもいないので CS に行きましょう。はい、ではちょっと気を取り直していきましょう。ウルミに対してスマッシュです。これで壁ダメージがなくなりました。さあそしてオラオラしてきますが、なんとか耐えることはできなかった。まあいいでしょう。さあそして今度こそ倒せるように頑張っていきましょう。生かせるか生かせないのか。ロータロースもあとは倒すだけですね。あ、まだスピーディーダンが倒せておりません。スピーディーダンがまだ倒しましたね。スピーディーダン倒すことができました。なんとかこれで無事ですね。倒すことができました。いやいや、まさかまさかという感じでした。さあ今度は猿をちょっと倒しながら行きましょう。6ヒット以上するとね、もう1しか耐えられないので
これだけなんで一応もうこれで止まっておきましょう。ユカコは強い。さあユカコの反撃を食らっておりますが、しょうがないのでユカコに動いてもらうことにします。さあ今度も、ユカコに動いて CS は打つ感じではないですね。では行きましょう。ちょっと心配ではありますが、まあ拡散ヒールで一応回復しておいて、ユカコにまた動いてもらいます。さあこれで倒せました。さあ最終ラウンドです。最終ラウンドもやることは一緒です。さあ今度もバキバキでいきたいかったところなんですが、ゲージが溜まってないので、ちょっとね動いてもらいましょう。さあ今度はもう取らせたので倒しちゃいましょう。バキバキよりもこっちの方が早かったですね。伸びてるのでかなり痛くなりましたね。さあ最終ボスジョセフですね。突進してくるジョセフ、この CS はかっこいいんですけどね。カウンター運動がもういやらしい。やられてしまいました。しかしやらせていただきましたが、あるおかげでなんとか無事生還しております。さあここで倒せるのか。もうこれで勝ちは確定な感じですね。はい、倒せました。何度か倒すことができました。ちょっとね4ラウンドのところでぐだっちゃいましたけれども、無事クリアすることができました。ありがとうございます。
ではですね、最後まで、ご覧になっていただき誠にありがとうございます。また、どっかの動画でお会いいたしましょう。ではラストボタン。